1600年、関ヶ原の戦い。各地の武将が石田三成率いる西軍と徳川家康率いる東軍に分かれて戦った。この戦いの中で忠勝は島津軍の銃撃により愛馬三国黒を失う。しかし忠勝は馬を失ってもなおわずかな手勢で約90人もの敵兵を討ち取った。よくもやったな。